ルサイルインターナショナルサーキットで開催された元 GP 開幕戦カタール GP。アレーシエスパルガロ、アプリリアは、悪夢のレースになるまで、優勝争いに加わることを確信していたと悔しさをにじませた。エスパルガロはグランプリ2日目に行われたスプリントレースで、終盤にかけて驚異的なペースを発揮し3位を獲得。 その速さにはスプリントで争ったマルク・マルケス、グレシーニから決勝の優勝候補間違いなしと評されたほどだった。しかし決勝レースでエスパルガロは期待されたような結果を残すことができなかった。イヴァン・グリッドからのスタートだったものの、一周目に9番手まで順位を落としトップ集団からは離されてしまった。 スタートでの出遅れで中段グループでの戦いとなったエスパルガロは、ペースも上がらなかったことから前に追いつくこともかなわず最終的に8位と、当初の期待からは遠い位置で決勝を終えた。エース後、エスパルガロは今回のペース不足について、恥ずかしいと口にし、速さがなかった原因を説明するなら、それはタイヤにあるのではないかと語った。 リアタイヤに何か問題があったんだ、とエスパルガロは言う。オームアップラップの時点で、リアタイヤが氷のようだった。トラクションが全くかかっていなかったんだ。レースは悪夢のようだったよ。バンクさせていくこともできず、何もできなかった。土曜の夜に寝るときは、100%このレースを勝てるだろうと確信していたんだけどね。 でもレースは悪夢になってしまった。とんでもなく遅くて、1分53秒台で周回していたんだ。昨日のスプリントでは1分52秒4を8周目に出していたのにだ。だから恥ずかしいことだった。エスパルガロはタイヤの問題について、さらに次のように説明した。イシュランやチームと何が起こったのかを理解しなきゃいけない。 以前だったらミシュランは君にスピードがないというだけだった。そういう検証をするのは難しいことだったんだ。スプリントで僕はとても速かった。ラストラップですら1分52秒5台のタイムはかなり楽に出せると感じていたほどだ。そして今日、僕はどのコーナーでも点灯しそうになっていた。トップ10でフィニッシュできたのは本当に幸運だった。 なおチームメイトのマーベリック・ビニアーレスは、決勝レースを10位でフィニッシュ。彼はまだ2024年型マシンでエスパルガロほどの競争力を発揮できていないが、今シーズンのバイクから力を引き出すにはもう少し時間が必要な様子だ。確かに、僕らのレベルはもっと高いからこそ、この結果には満足していない。ビニアーレスはそう語る。 自分で確認したことや、バイクの改善のためにチームに何をもたらせたかというところには満足している。スタートは非常に重要な部分の一つだったんだけど、昨年に比べて相当改善できた。そして、バイクの加速が非常に優れているということももう一つ重要な点だ。今はブレーキのかけ方を改善していく必要がある。 ダウンフォースや空力面の変更によって、フロントタイヤを間違った方向性にプッシュしてしまっているんだ。僕らはそれを認識して、改善していかなければいけない。というのも今日は、タイヤは素晴らしかったんだけど、フロントタイヤが完全に終わってしまったんだ。普段なら僕はフロントタイヤを使わないんだ。 そのことは、バイクのバランスが間違っている可能性があることを示していると思う。だからそれをしっかりと評価する必要があるんだ。